こんにちは、メイヤです。今回もまたガチャガチャの紹介動画ですね。前回ちょっと在庫処分みたいな感じで、わからないような商品を全部紹介したんでですね、久しぶりにガチャガチャの森の方に行って、ガチャガチャを引いてきたような感じになるんですけど、今回はですね、もう前回のことを踏まえて、そんなに大量に買ってくるようなことをせずにですね、手堅く、紹介できる分だけ買ってきたみたいな、そんな感じです。では早速そちらの商品の方を紹介していきたいなと思います。まず一つ目の商品はこちらです。これはですね、300円の商品なんですけど、ガチャガチャのパッケージにインパクトがあったっていう、それで買った感じですね。よくオカルト雑誌なんかにあるパワーストーンの広告みたいな、ものすごくうさんくさい広告みたいなのがあるんですよ。顔にモザイクのかかったような人の写真があって、その人がこのパワーストーンをつけて宝くじで1億円当たりましたみたいな、そんなコメントが書いてあったりするんですよ。そのうさんくさい広告ですよね。それがそのままガチャガチャのパッケージになっていたみたいな商品ですよ。ちょっと商品の方を開けてみましょうか。そうですね、出てきた商品はこんな感じです。で、物はですね、こちらです。雑誌に載っている怪しいお札っていう商品ですね。そして横にすぐに書いてあるんですけど、こちらはジョーク商品ですっていう、これ押してますね。確かにもうタイトルからしてもうそのままの商品だったですね。種類は全部で4種類かな。対象年齢は7歳以上です。そして企画発売元はですね、株式会社レインボー。これ初めて聞くんじゃないかなっていうメーカーですね。そこの出しているこの雑誌に載っている怪しいお札っていう商品です。雑誌に載っている怪しいお札、本当怪しいお札よく載ってますもんね。オカルト雑誌を買わない人はそんなに見かけないかもしれないけど、もう大体オカルト雑誌にはですね、こういう怪しいお札とかが売られてるんですよ。これだったら、これの本物だったら、本物ってなんだよって思うかもしれないですけど、大体こんくらいのものでですね、2、3000円するかなって感じですよ。でもこれは300円なんでですね、もう良心的なんじゃないかなと思います。実際ですね、本当信じる人は本当これを2、3000円でも買ってしまう人がいるっていうのがすごいですけどね。もう自分なんかはこれもう冷静に判断して、後でちょっとこれもちゃんといつものように、ガチャガチャと商品としていくらかっていうのは見ますけど、物の価値っていうのはその人によって変わってくるんでですね、信じてる人だったら本当これが1000円とか2000円しても買うかもしれないし、もう全然信じない人だったらこれ100円でもいらないっていうようなものだと思う。じゃあちょっとこれ物開けてみますね。これが物かと思ったらこれ箱みたいです。で、箱を開けると中にこういう薄っぺらいプラスチックのこのカードみたいなのが入ってるんですよ。ペラペラので、一応ここに菩薩様みたいな、仏様みたいなのが書いてありますね。マンガン聖樹っていうのが出ました。マンガン聖樹って書いてありますけど、詳しい説明なんかは一切書いてないんですよ、この説明書に。だからこれがどういうご利益なのかとかいうのは書いてないですよ。ご利益を書いてしまうと、そのご利益がないとか文句言ってくる人がいるかもしれないんで、あえて何も書いてないのかもしれません。ただこれを持ってるといいご利益があるっていう、そういう体のジョーク商品ですね。さあちょっと本気出しますね。さっきもちょっと文字読むとき本気出したんですけど、はい、では鑑定終わりました。一応この中に入っているこの金色のプラスチックのお札、これですね、50円です。そしてこちらのこの箱、これ意外とですねいいんじゃないかなって思って、こちらの箱がですね100円言って合わせて150円っていう、自分の中の評価ですね。でもこの商品が300円で売られてるんですけどね。
まあちょっと高いんじゃねえかな、まあ、そんな感想ですけど、まあジョーク商品っていうのを売りにしてですね、まあ、こういうの売ってるから、まあこれをまあ面白いなと思って、まあ、買った人はもう自己責任ということで、もうしょうがないと思います。まあ一応やっときましょうかね。久しぶりにちょっとやっときましょうかね。どうやってやってたかな。あ、こんな感じだったですね。本物です。知らない人のために一応補足するのであれば、これ昔ですね、まあ、自分がシリーズで動画出してた超怖い話ガムっていう動画の中でやってたやつですね、まあ、それをちょっと久しぶりにやってみました。1年ぶりぐらいにやってみましたね。うん、まあこういう、まあ、商品だったですね。まあ実際怪しいお札っていうタイトルですけど、お札って言ったら文字が書いてあるイメージなんでですね、だからなんかちょっとお札のイメージではないんですけど、まあ、こういったものがですね、まあ、この箱に入って、まあ、300円っていうことだったです。うん、まあこれ持っててなんかいいご利益があればですね、あ、これのおかげかもしれないって思えるような、なんかそんな商品だったですね。じゃあこちらの商品の方下げておこうと思います。続いての商品はですね、こちらです。まあ黒いカプセル、これはですね、おそらくエポック社から引き継がれたターリンインターナショナルの、まあ、商品なんじゃないかなと思います。じゃあこれをちょっと開けますけど、まあ、こんなの出てきましたね。出てきた商品はですね、まあ、こちらです。エポック社の野球版スタンダード EX っていう商品ですね。まあこの野球版って言ったらこのエポック社のってついてますけど、なんかエポック社のイメージがあるんでですね、でまあ実際エポック社はもうカプセル事業から引いてるんで、もう今はそれをターリンインターナショナルが引き継いでやってる感じなんでしょうけど、種類は全部で5種類、対象年齢は8歳以上、発売元はターリンインターナショナルですね。一応種類が5種類あって、タイトルは野球版っていうことになってるんだけど、実際野球版は1つしかないんですよ。その5種類のうち1つだけ野球版で、あとはですね、悪魔島脱出ゲーム、アスレティックゲーム、大迷路、スーパーパチンコっていう、まあおそらくこれ全部エポック社が出してたゲームなんじゃないかなとか思ったりもするんですけど、野球版以外はあんまりなんか見たこともないよ、まあ、見たことあるのかな、なんかあんまり記憶にないけど、まあ、本当にこういうゲームがあったのかなとか思ったりもしますけど、なんかその5つのゲームのうちのどれかが出るみたいな感じですね。でこの中で自分が出たのはですね、おそらくこの悪魔島脱出ゲームだと思うんですよ。これ意外とですね、この5つの中では当たりなんじゃないかなってちょっと自分が思ったやつですね。じゃあちょっと開けてみますね。ああ、組み立て式なのかなとか思ったけど、ほとんどもう完成してますね。はい、これで完成ですね。悪魔島脱出ゲームですよ。これですね、なんか小さいけどよくできてるんですよ、ものとして。けどですね、あのちょっとこの玉が見えると思うんですけど、この玉があまりに小さすぎてなくなるんじゃねえかっていう不安がありますね。あー、そう、早速弾が、これ小さいながらに一応これ見た目だけのものかなって思ったんだけど、一応なんか稼働するところがありますんで、もしかしたらこれゲームとして成立するのかもしれませんね。ちょっと動かしてみましょうか、まあ、動かしてみましょうかっていうか、本来これ床に置いてやるもんだと思うんですよね。で一つだけここにボタンがあるんだけど、このボタンはですね、なんかちょっとこのここら辺になんか連動しててなんか動くみたいなんですよ。でちょっとやってみましょうか。ちょっと動いた。閉まったな。おい、玉。こっからどこに行くんだ。あ、この上の玉いらねえな。あ、ちょっと下の玉が出ちまった。ちょっともう玉、
玉なくなっちゃいますね、これ本当。なんだよ、この豆人炭みたいな感じです。よし、こっちの玉でやろう。ああ、ゴールがここっていうのはわかるんだけど、ここに行く術がないですね。いや、逆なのかな？ここに玉を入れていて、ここがスタート。ここがスタートなのか。あ、いや、ここ玉が、動かねえな。はい。このボタンがここについてて、これでちょっと動いたりするところはあるんだけど、まあ、実際これで、まあ、ゲームとして遊べるようなものではないってことですね。ちょっと本気出しますね。はい。あ、値段言ってなかったかな。これ300円の商品なんですよ。これ300円にしてはこれ細かくよくできてると思います。まあ、ちょっとゲームとしてですね、遊べるかって言われたら、さっきちょっとやってみて分かったんですけど、まあ、ちょっと遊べるような商品ではないんですけど、まあ、これはこれでそのゲームを小さくした置物っていうかフィギュアみたいな感じで見た時に、これよくできてるなと思いました。まあ、もしかしたらこの中で、まあ、他のやつだったらもう少し多少遊べるやつがあるのかもしれませんけど、まあちょっとこの自分が出たこの悪魔島脱出ゲームに関しては、まあ、ちょっとゲームとしては、まあ、遊べるようなものではなかったかなっていう、まあ、そんな感じだったです。でもそのものとしては、まあ、300円でよくできてるなっていう感想です。ではこちらの商品の方下げておきましょう。というわけで今回はですね、またこの怪しいお札っていう商品と、このエポック社の、まあ、野球版っていうタイトルなんだけど、まあ、ちょっと別のゲームが出たっていう、まあ、こちらの商品の紹介だったですね。まあこれどちらも300円ってことを考えると、まあこちらがいかになんかちょっとチャッチーかっていうのがわかりますよね。まあ、こっちは300円で妥当かもしれないけど、それと同じ値段でこれはちょっと、まあ、一応中ももう一回見てますけど、まあ、これはちょっとひどいんじゃねえかっていう風に見えます。ただこちらはですね、まあ、謎のご利益があるっていうその裏設定みたいのがあるんでですね、まあ、それでなんかちょっとこれを財布に入れておけばなんかご利益あるんじゃないかみたいな感じでですね、持ち歩く人もいるんじゃないかっていうような、まあ、ちょっともしかしたら信じる人にとっては実用性のあるような商品だったんじゃないかなと思います。で、こちらは、もうちょっともう見たままの商品なんですけど、まあ、ゲームを小さくしたような。テレビゲームなんかが出る前はですね、もうこういうなんかボタンを押してボールをゴールまで進めるみたいなゲームがですね、まあ、結構主流みたいな感じであったんでですね、まあそれをなんか思い出す懐かしい感じの商品だったですね。それではまた次回、まあ、こんな感じで面白そうなガチャガチャを見つけてきたらですね、それを買ってきて、まあ、紹介してみたいなと思ってるんで、まあ、その時暇のある方はこちらの動画の方を見てもらえたらありがたいです。それではまた。